よう前ら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー持ちますね。今日はね、2019年4月6日ですね。ヨン様はペ様と言い換えられるからね、4月6日はペガス6日とも言い換えられますね。はい、ここはね、常磐線富岡駅前ですね。駅前にね、このね、謎のオブジェがありますね。多分風力発電ではないと思うんですけどね、風が吹くとね、風力もあります。さっきね、風が吹くと風力もあって、風が吹かないみたいなんでね、もう俺様ね、気が短いからちょっと待ってらんないからね、この動画はね、ここで応援しようと思います。はいね、あの富岡駅前のね、風でぐるぐる回るね、あのオブジェでした。あ、これちょっと見えるかどうかわかんないけどな、そこのね、丸が2つありますね。で、左側の丸がね、地盤屋のようですね。はい、それではさよなら、ボーボー。あ、あそこの止まってるバスが地盤屋のようですね。はい、それでは。あ、ちょっとね、クルクルね、はい、クルクルじゃないけどね、ちょっと回転してますね。あ、回ってます回ってます。はい、風が強くなってきたんでね、回ってます。はい、ね、そう、あの回ってるところから撮れてよかったです。はい、それでは。